オールシーズンタイヤのトレッドパターントレッドとは、タイヤの構造のうち、地面と接触する部分を指す。一般的に、タイヤのトレッドはゴムで構成され、トレッドが道路に接触することで摩擦力によって、エンジンから発生した動力を地面に伝える。トレッドにはしばしばその車輪の摩擦性能を制御するための溝が刻まれる。この溝は、グルーブと呼ぶ。 トレッドの表面の模様のことをトレッドパターンもしくはパターンと呼ぶ。グルーブによって描き出され独立した接地面を持つ部分をブロックと呼び、ブロックに施された裂け目状の切り込みをサイプと呼ぶ。また、自動車の構造のうち左右の車輪間の距離も日本ではトレッドと呼ばれる。モータースポーツに使用されるタイヤはサーキットや オーバルコースでのグリップ性能を最大限に高めるために特殊なゴムがトレッドに用いられる。このようなタイヤは走行による摩擦熱でトレッドが溶け路面に張り付くようにして極めて強力なグリップ性能とトラクション性能を確保する。その反面、耐摩耗性は極めて低く数十周の走行で交換が必要なほどに摩耗が進むことや たった一度の急ブレーキでトレッドの一部が変摩耗しフラットスポットとなりタイヤ回転に伴って激しい振動が発生して結果的に交換が必要となることも珍しくはない一般的には全く溝のないトレッドパターンのスリックタイヤが用いられることが多いがレース趣向により設置面積を減らして グリップ性能をあえて落とす目的で、縦方向に溝を刻んだグルーブドタイヤが用いられることもある。この縦溝は市販車用のタイヤの縦溝と異なり、排水性を目的としたものではないため、降雨時には専用のブロックパターンが刻まれた、レインタイヤが別途用意されている。レインタイヤは排水性が高い反面、乾燥路面ではトレッドパターンが加熱し、 ブロックが剥離するなどの弊害があるため、レースにおいては、雨が上がった後は、乾燥路面で加熱した、レインタイヤを冷やす目的で水たまりを選んで、ライン取りを行う光景がしばしば見られる。これらのレーシングタイヤは、その競技カテゴリーのレギュレーションに合わせて、ホイールと共に専用サイズが開発されることが多い、ため、市販車に取り付けられることは、まずない。 市販車をベースにした車両で行われるツーリングカーレースではスリックタイヤをベースに若干の溝を刻んだ S タイヤが用いられることが多い。S タイヤもスリックタイヤと同じく高いグリップ性能を持つ反面極めてタイマ性が低くウェット路面でのグリップ性能も低いため 市販車のホイールサイズに適合するサイズのものであっても、一般行動で使用することは全く推奨されていない。市販自動車に装着されるタイヤには、降雨時の路面の水をタイヤのトレッドから速やかに排出するための縦溝がタイヤの回転方向を一周するように設けられ、ハイドロプレーニング現象を低減するための設計が行われている。 タイヤのサイドウォール付近のトレッドには横方向の溝が刻まれブロックパターンが形成されるこの横溝によりやや路面状況が悪い場所を走行する際の設置性を改善しているグリップ性能は縦横に張り巡らされた溝を差し引いた表面積の高により決定されるまた道路をタイヤが転がる際のノイズを低減するために 各メーカーが様々な工夫を凝らしたパターンの設計開発を行っている。トレッドの溝の高とグリップ性能及びロードノイズはトレードオフの関係にあり、一般的には高速道路での高速走行におけるロードノイズが最も問題となるため、市販車用夏タイヤは装着される車の性格に応じていくつかの方向性に分化した。なお、 市販車用タイヤのトレッドパターンにはいくつかの箇所にスリップサインと呼ばれる溝の浅い場所が設けられている。一定以上摩耗が進むとタイヤ表面に溝がなくなった箇所が現れドライバーに早期のタイヤ交換を知らせることでハイドロプレーニングの発生を抑止する仕組みになっているのである。なお、日本の車検制度上は変摩耗などによりタイヤのどこか一部にでも スリップサインが現れた場合には車検を通過することができない。また、市販車用タイヤは装着を想定する車両の重量や動力性能に応じて検討されたホイールリム幅と空気圧が指定されており適合するホイールに装着し空気圧を適切に管理することで最適なトレッド設置面積となるため適合外のホイールに装着することや指定空気圧より 大幅に外れた空気圧で走行することは推奨されない。標準タイヤ標準タイヤとは市販車用なツタイヤの中でも最も一般的なもので自動車メーカーのライン装着品もこの中に含まれる。工述する特徴ある各種タイヤが開発されたために用いられるようになったレトロニムであり何らかの標準や基準に基づく故障ではない。メーカーによっては パッセンジャータイヤやノーマルタイヤと呼ぶ場合もある。このようなタイヤのトレッドパターンは乗り心地と対摩耗性の確保を目的としたトレッドパターンが刻まれる。ごく一般的にはタイヤ中央部分に数本のグルーブを設けサイドウォール付近にのみ横溝を設けたブロックパターンを配置することが多くタイヤ中央部分にブロックパターンが存在しないことで オールシーズンタイヤとの判別が行える。標準タイヤのうち、特に、ライン装着品は、耐摩耗性を最優先にしているものも多いため、タイヤの性能に不満がある向きにおいては極めて早期に、交換される例も多い。耐摩耗性能が最も極端に重視されているのが、タクシー用標準タイヤであり、グリップ性能などが、犠牲になっている反面、10万キロメートルを超える、 走行に耐えられる耐摩耗性能が持たせられている。近年では軽自動車やコンパクトカー、エコカー向けに転がり抵抗を抑えたゴムをトレッドに採用したエコタイヤが登場しており、ライン装着品においても従来の標準タイヤからの置き換えが進みつつある。エコタイヤエコタイヤとは、標準タイヤの中でも特に転がり抵抗を抑えたゴム質のトレッドを持つものを指す。 メーカーによっては低燃費タイヤや少年ピタイヤと称する場合もある。JAF はキャリアトレーラー上からエコタイヤとそれ以外のタイヤを装着した同一車種をエンジンを止めた状態で押し出し空想状態でどこまで車両が進むかの製品テストをしばしば言っており、エコタイヤはハイグリップタイヤに比べて数メートルから10メートル前後遠くまで空想する結果が示されている。 メーカーはエコタイヤの装着で数パーセントの燃費向上が行えることを謳っており近年までは技術基準が存在しないまま宣伝が行われている現状があったが JATMA は2010年1月から低燃費タイヤの技術基準であるタイヤラベリング制度を実施することを発表いくつかのメーカーでは従来のエコタイヤの基準適合作業を進めているなお このように転がり抵抗が低い状態であっても、トレッドのゴムそのものは、ライン装着品よりもグリップ重視のものが用いられる。ため、耐摩耗性がやや犠牲になっている反面、コーナリング性能などは、ライン装着品よりも向上しているものが大半である。ハイグリップタイヤハイグリップタイヤとは市販車用夏、タイヤの中でも特に高性能なスポーツカーや、ハイパワーセダン向けに製作されたものである。 メーカーによってはパフォーマンスタイヤやスペシャリティタイヤと呼ぶ場合もある。このようなタイヤのトレッドパターンは適切な排水性能も確保しつつスリックタイヤに近い大きなトレッド設置面積を確保するためにタイヤの中央に1本から2本のグルーブを刻みその側方にタイヤ中央から左右に斜めに溝を刻んだ V 字状のパターンを用いることが多い。ゴム室も グリップやトラクション性能の確保を最大限の目的としたものが選定されるため、ロードノイズ抑制性能や耐摩耗性、乗り心地などは他の商品ラインのものと比較して犠牲になっている場合が多い。なお、タイヤ回転方向に対して斜めの溝を設けているハイグリップタイヤはタイヤの回転方向が指定されていることが一般的である。 これら回転方向指定がある場合や装着する車両のタイヤサイズによってはタイヤローテーションが行えない場合もあるので要注意である。コンフォートタイヤコンフォートタイヤとは市販車用なツタイヤの中でも特に高級車や大型セダン、ツーリングワゴン、ミニバン向けに製作されたものである。メーカーによってはツーリングタイヤと呼ぶ場合もある。このようなタイヤのトレッドパターンは 長時間の高速走行においても、ドライバーや同乗者に不快感を与えない乗り心地の確保とロードノイズの抑制を最大限の目的としているため、標準タイヤをベースに左右非対称パターンなどのさらに複雑なパターンを刻んだものが多い。メーカーによっては、タイヤの内側に吸音スポンジなどを貼り付け、さらなるロードノイズ低減を図った製品も存在する。ゴム質も、 比較的柔らかいものが用いられることが多く、ハイグリップタイヤに比べて穏やかな乗り心地となる場合が多い。なお、タイヤのトレッド面に対して左右非対称の複雑なパターンを用いているコンフォートタイヤはタイヤの回転方向が指定されていることが一般的である。製品によっては車体に対する 取り付け方向も合わせて指定されているものもあり、このようなタイヤも、V 溝型のハイグリップタイヤと同様に装着する。車両によっては、タイヤローテーションが行えない場合もあるので要注意である。オールシーズンタイヤとは、標準タイヤをベースにスノータイヤの性格も、合わせ持つように設計されたタイヤである。トレッドは、縦方向と、横方向の溝が、 規則的に配置され、スタッドレスタイヤに似た、正方形もしくは、長方形様のブロックが、トレッド前面に規則正しく並んだパターンを、示していることが多い。溝は、やや深めに掘られており、ある程度までのオフロード走行と、積雪路面の走行を許容したマッド&、スノー基準をクリアしているものが大半である。良くも悪くも、中途半端な性格のタイヤのため、 日本ではあまり普及していないが、地域による気候差が著しいアメリカやヨーロッパにおいては、高速道路を走行中に降雪に見舞われた際も、比較的安全に走行できるタイヤとして、一定以上の需要が存在する。日本では MS 基準をクリアしていることからチェーン規制となった場合も、走行できるが、安全上推奨されていない。 標準タイヤとスタッドレスタイヤのトレッドパターン。サイプ構造の有無とトレッド面に対するブロックパターンの割合の高が比較できる。スタッドレスタイヤに代表される冬タイヤは冬の氷点下を超える低温環境でも柔らかさを保つ特別なゴムがトレッド面に採用されている。トレッドパターンもメーカーによって多種多様であるが基本的にはオールシーズンタイヤに似た。 ブロックパターンをベースに、ブロックそのものに多数の横溝を刻んだサイプ構造が採用されることが一般的である。なお、冬タイヤにはスリップサインの他にスリップサインの倍程度の高さのプラットフォームが設けられており、このプラットフォームまで摩耗が進んだ冬タイヤは、積雪走行には法令上使用できなくなる。冬タイヤは溝自体が かなり深いために、ある程度までのオフロード走行を許容したマッドスノー基準をクリアしているものも多い。かつては、オフロードタイヤをベースに、やや、ブロックを複雑化した、スノータイヤが主流であり、スノータイヤの凍結路面性能を補うために、トレッドパターンに、金属製の秒を打ち込んだ、スパイクタイヤが使用されることが多かったが、路面を削る。 粉塵人郊外の問題からスパイクの打ち込みが法律で禁止され、その結果スパイクに頼らずとも氷雪面に食いつく、性能を確保するためのゴム質やトレッドパターンの改良が進み、今日のスタッドレスタイヤが成立した歴史的経緯が存在する。フォード GPW 第二次世界大戦中に大量生産された標準的なジープ。 典型的な下手3パターンのマッドテレーンタイヤが装着されている。オフロードタイヤのトレッドパターンは泥や汚れを速やかに排出しタイヤが柔らかい路面に食いつくように伸びタイヤと呼ばれる節くれだったパターンを持つタイヤや横方向に幅の広い溝が設けられたリブパターンが用いられることが多い。このトレッドの節状のブロックの大きさによっていくつかの 種類に分かれるが、オフロード志向が強いタイヤほど節が小さく、間隔も広く配置される反面、舗装路面では、激しいロードノイズが発生するため、アメリカでは、EN、デパートメント・オブ・トランスポーテーションによって、舗装路面でも、使用可能なノビータイヤのテストが行われており、これに承認された、DOT の B タイヤでなければ、行動を走行することは禁止されている。 なお、オフロードタイヤの多くは深い溝を持つトレッドパターンを持つ関係上、ある程度までの積雪路面の走行を許容したマッドスノー基準をクリアしていることが一般的である。マッドテレーンマッドテレーンタイヤとは、オフロードタイヤの中でも特に DNA などの路面状況の劣悪な場所で使用されることを想定して開発されたタイヤである。 戦後間もなくの時期までは、タイヤの横方向に大きな溝を設けた、リブパターンタイヤが使用されていた。このタイヤはその外見から日本では、下駄山タイヤと呼ばれていた。リブパターンタイヤはその溝で路面を掘るように食いつくため、不正地での走破性が非常に高かったが、リブが周期的に路面に接する、関係上、舗装路面ではうなり音に似た。 極めてやかましいロードノイズが発生することが欠点であった。その後、リブパターンタイヤをベースに、タイヤ中央部に縦方向に溝を設けて、ブロックパターンを形成するリブラグタイヤが登場。後には特に競技志向の強いタイヤには、タイヤの空気圧を意図的に下げて走行することも見越し、オートバイ用の B タイヤと同様に、サイドウォール部分にまでリブを排した。 設計のものも登場して、現在に至っている。オールテレーンオールテレーンタイヤとは、オフロードタイヤの中でも、市街地走行も考慮して開発されたタイヤである。日本語では、全地形タイヤと呼ばれることもある。リブラグパターンのマッドテレーンタイヤをベースにさらに、細かく複雑なブロックパターンを施し、オフロードから舗装路まで、 どのような地形でも快適に走行できることを目的に開発されており、4WD 車のライン装着品としても広く用いられている。近年ではさらに高速走行化が進んでいく SUV に対応するため、このタイヤからハイウェイテレーンタイヤが派生した。ハイウェイテレーンハイウェイテレーンタイヤとは、オフロード志向の車両に装着されるタイヤの中でも市街地走行及び、 高速道路での走行のみに焦点を絞って開発されたタイヤである。そのパターンは製品によりセンサ版別で標準タイヤとあまり変わらないパターンを持つに至ったものもあればオールシーズンタイヤ的にある程度の積雪や非補走路にも対応したマッドスノー基準をクリアしているものも存在する。ゴム室は一般的に耐摩耗性を重視したものが選定され、 舗装路での経済性を考慮したタイヤとなっている。ラリータイヤラリータイヤとは、オフロードタイヤの中でも、特にラリーやジムカーナ競技専用に用いられるものを、指す。ラリータイヤは、走行路面の状況に合わせてグラベル、ターマック、ダートなどに適した、専用のパターンを持ち、その中でも、特にウェット向け、ドライ向けなどに細かく用途が分類されて選択できる。 ことが一般的である。トラックに用いられるタイヤはそのトラックの使用される用途に合わせて様々な種類のものから選択される。高速道路での走行の多い運送トラックの場合にはオールシーズンタイヤ様のブロックパターンのものが用いられ、ダンプトラック等の主街地及び非補装路での走行の多いトラックの場合にはリブラグパターンのオフロード指向の強いタイヤが 装着される。タイヤ一本あたりの価格が高価なため、中古タイヤのトレッドを張り替えたリトレッドタイヤが用いられることが多いのも特徴である。オートバイに用いられるオートバイ用タイヤは、オートバイという乗り物の性質上車体を傾けて、コーナリングするバンクに対応するために、トレッドは半円形状に作られていることが一般的である。これによって、 車体を大きく傾けた場合でも常に一定面積以上タイヤが地面に設置し続けグリップ性能やトラクション性能が失われないようになるビジネスバイクなどの街乗りの多いオートバイのタイヤは縦溝を多く配置してゴム室も耐摩耗性を重視したものが装備されるオンロードバイクやスーパースポーツに装備されるタイヤの中には スリックタイヤに似たゴム質をベースに斜め溝を配置したグリップ性能重視のものが用いられる。オフロードバイクに装備されるタイヤは伸びタイヤと呼ばれる不くれ立ったブロックパターンが用いられ、舗装、非舗装路の走行割合に応じていくつかの種類から選択が行えることが一般的である。マウンテンバイクのスパイクタイヤ自転車に用いられる。 自転車用タイヤもオートバイ用タイヤと同じく車体を傾けて旋回するバンクに対応するためにトレッドは半円形状に作られていることが一般的である。舗装路面を主に走行する一般自転車のタイヤは動力が人力であることから転がり抵抗低減が重視され、そのためタイヤ回転方向に直行するグルーブは 少なく、演習場にストレートなグルーブで、トレッドが構成されている。競技用自転車タイヤの中には、自動車レース用と同様に、スリックタイヤも存在する。旅客機エアバス A340 の、タイヤ航空機用タイヤのトレッドには、離着陸滑走時に、横風や、滑走路面の雨水に抵抗し、直進を保つために、タイヤ演習方向にストレートなグルーブが施される。 タイヤに駆動力がかからないことと離陸滑走時の転がり抵抗低減からタイヤ回転方向に直行するグルーブが施されることはない。タイヤは着陸時に滑走路の路面によって激しく回転開始させられるためトレッドの損傷や摩耗が他のタイヤ部分に比して非常に激しくリキャップすることが常識化している。シーマイケル・ホーガンアナリシス・オブ・ハイウェイ・ノーイズ ジャーナルオブウォーター、エアー、ソイルポリューション、ボリューム2、ナンバー3、バイオメディカル、ライフサイエンシーズ、アース、エンバイロメンタル、サイエンスイッシュー。ページーズ387から392、セプテンバー、1973、スプリンガーバーラグ、ネザーランズ一瞬0049から6979。 OEM タイヤとも呼ばれ、一般販売網には流通していないことが多い。例えば前後のタイヤサイズが異なる場合、スポンサーのタイヤメーカーから派遣された専属の技師が担当することが多い。ありがとうございます。